さあ、レインズ艦隊長は土星付近の優先目標を指定されました。ブリッジで新たな SDF 艦隊の情報を解読しました。空対空の攻撃可能なターゲットを選択できます。艦隊再建の時間稼ぎに敵の戦力を削がねばならない。ターゲットは土星のタイタンだ。 SDF の燃料補給所がある。哨戒船の外に着陸し、海兵隊とともに援軍の着陸地点を探せ。増援が地表に降りたら燃料タワーを破壊しろ。目標はタワー。そうだ、それで敵を地球から遠ざけられる。キャプテン、この作戦には嫉妬を覚えるよ。私も参戦したかった。アウト。スイッチセット、ジャンプ開始。アラーム起動。発進まで3、2、1。強化はどうだ。シフト不良、精度 0.86。 ボケット内に留まれるか。やってみます。全体にストレスが。ここで死ぬのか。9対1でノーです。1がイエスか。ホバーに行こう。3、2、1。報告しろ。強要誤差コンマ05。グッドジャンプです。よくやったゲイター。兵装長、キャプテンを武器庫へ。ニュースマム。部隊を送るのは30年ぶりです。厳しい試練だ。タワーの破壊は心に刻まれるでしょう。誰の心に。全員です。おそらく通信は途切れがちになるでしょう。耐えるしかない。奴らに死を。ついてきてください。900でも超音速でいける。全開でいけばの話だろ。キャプテン、タイタンに備えて歩兵に武装させましょう。5分以内にフライトデッキに集合。はい軍曹。はい軍曹。あとは任せます。カービン銃を用意しておきました。ありがとうチーフ。タイタンに行ったことはあるよ。作戦で。いや、親父がここで採掘に関わっていたからパイプラインを作っていた。SDF に奪われる前に引退したが。奴らに地獄を見せてやろう。もちろんだ。この時を待っていた。どう攻める。統合作戦、あんたと俺でどうだ。なあ、武装偵察だ。少人数で制限エリアに侵入する。セットデフはあのエリアを何の許可もなく奪った。当然俺たちも許可を得るつもりはない。ジャッカルはもう待機している。ゲートウェイの再現ができれば俺たちはこの場所にケリをつけられるだろう。誇りを持って当たるよ。誇りなんてくだらないものだ。レイエス、任務を最優先してくれ。もちろんだ。だが知っての通り、誇りは俺たち海軍の信念なんだな。道理で気に入らない連中だと思ってた。白い制服と潜水艦の説明もつく。潜水艦？ああ、沈む船を作るのは海軍だけだ。よし始めるぞ。そうだな。あ、キャプテン、イーサンを連れていく。チームに必要だ。喜ぶだろうな。海兵隊のことは大いに尊敬しているから。それは当然だろう。イーサン、出番だ。レイブン2に来い。エリスグリの装備を用意しました、中佐。装備を備えろ。さすがによく分かってる。グッドラック。船を受けたいなら即席のスライドショーによる資料を用意してやるぞ。結構です、ボス。二度とあんなことは。ちょうど探していたんだ。調子はどうだ。レイブン2がゲートに。言っておくが、タイタン突入時の効力は半端ない。操縦は誰が。ボグズだ。慎重に下ろしてくれるが、かなり揺れるぞ。飛行機に酔ったことはない。何にでも最初はある。輸送機はこっちだ。整列だ。行くぞ、準備しろ。
き締めていけ、カシマ。大荒れになるぞ。金塊ではない。通路側の席をどうぞ。キャプテンは左の一番です。誰かダメだ。作戦を間違えてるぞ。おい、落ち着け、いいな。やめろ、ボットは仲間だ。席についてくれ。はい、艦長。フォード1です、キャプテン。発進しろ、ボグズ。イエスサー、降下に備えろ。海軍のポリシーは海兵隊を送れ。そういうことだ。大丈夫か、カズマ。ちょっとめまいが。到達点まで10秒。フェイザーを使え。クリア。ブルックス、どう？ボグズ。了解、母船に戻ります。一旦マークされればどこかは。誰か分かったか。あいつとは着陸地点で合流する。通信が途切れそうだ。この天気は最悪だな。目を細めてみると故郷にそっくりだ。ここまでひどくはありませんでした。ここから相当くらい場所でオレストボートに行った。もっといい時代があったのは間違いない。なぜ父上はここへ？暮らしを良くするためだ。だがセットデックが全てをくれた。彼は戦ったのですか？軍曹を困らせるな、イーサン。ああ、そいつだ。デイモスの戦いで二度の墜落を生き延びた。カエルの子はカエルだったわけだ。かなり違うぞ。32師団は陸軍だ。その件では親父を恨まないようにしてる。何かある。素敵な星だったんですね。セットデクの侵略後、一夜にして収容所になった。親父は何隊、ここを抜けるぞ。ここの人々が正義だ。我々はここを制圧し、燃料タワーに向かいます。ブルックス、カスマ、マッチを頼む。キャプテンと俺は一人に行く。了解。イーサン、彼らを援護しろ。了解。衛兵どもにはシーカーボットがある。姿を見せるなよ。隠れてろ、キャプテン。窓で敵の察知レベルを測れば。待て。メーターが低ければ見つかりません。ラジャー、回り込もう、キャプテン。手際がいいな、カシマ。さあ、それは問題ない、進めます。了解した。離れるなよ、キャプテン。ここを抜けるぞ。まずいな。どうした、カシマ。敵の命令解体する軍隊兵を中に入った方がいい。ラジア。中には衛兵が二人。こいつは任せる。この区域は問題ない。そっちに行けばいい。
倒した。注意を、フェイクが来ます。やり過ごして。あのグループをやり過ごした方がいいじゃん。無理よ、警戒態勢を動け。また会えましたね。この先で鹿島とブルックスに合流しましょう。複数のターゲットが出るうちに任せるキャプテン。どちらも。ターゲットを確認。ターゲットダウン。クリアです。援護に感謝する相棒。中に衛兵が。大丈夫です。この先にターゲットが2人。合わせるぞ、キャプテン。ここは大丈夫だ。エリアに出る。停止する。ターゲットダウン。クリアです。新手だ。正面。敵のドロップ。隠れてろ、キャプテン。隠れて。手を貸してくれ。このドアだ。伊藤だ。ブルックス、鹿島、突破を始めろ。俺たちは中に入る。了解、軍曹。ここを抜けていこう。着陸地点に良さそうだ。レイブン2機には十分です。俺が呼ぶ。リトリビジョン、着陸地点を発見。反撃が予想される。強力な兵器を送れ。了解。エアドロップカーゴが向かう。味方が来る前にここを一掃する。3階、キャプテン、攻撃の合図。そこにシーカーボットがあります。奇襲にはうってつけです。レーダーからメイン、着陸できるぞ。聞こえるか。了解、アーキチャル。敵の部隊が接近。予定時刻は3秒後だ。着陸まで3秒。ビーコンから離れろ。レイブンが降りてくる。これが片付いたら燃料タワーに向かうぞ。燃料タワーを爆破すればセットデックはガス欠です。C12 バトルタンクです。手動のファイアコントロール。C12
知能は低いが脳筋野郎。味方なのか。そう願おう。生かしたいいさんって感じだ。笑えないですね。で、燃料ステーションは警告の先だ。装甲車両とともに進む。気を抜くれよ、いいな。我々はステーションを奪うんだ。ゲートを抜けろ、大将。フーダー。実は G12 の自動化の際、事故がありました。どんな事故だ。彼らは戦闘中、前触れもなく仲間を攻撃するそうです。なんだ、本当か。いいえ。口を慎め、イーサン。イエス、サー。周囲をスキャンしろ、もうすぐだ。頭上に新たな貨物船が。本当に交通量の多いところだな。うわ、機体が。何がターゲットだ。あの上で隊列を整えよう。状況を把握するんだ。してろ、見つかるな。ブラックス、どうなってる。防衛線沿いに巡回兵。第一侵入地点は正面ドアだ。了解、装甲車両を使う。 B3C12 の状況は。レイエス少佐の手首のコンピューターにつながっています。ターゲットのマークを吹っ飛ばしましょう。了解。攻撃しよう。
な、キャプテン。あんたも今からスカーに加わってもいいんだぞ、軍曹。グリッドを抑えたぞ、軍曹。ラジャー、全佐藤は C12 と共にタワーへ向け。フィーバー、レーダーだ。作戦エリア内にいる。航空支援をスタンバイさせておけ。聞こえるか？よく聞こえないぞ、レーダー。繰り返す、よく聞こえ。フィーバー、ソルタ、もう一度頼む。通信停止。嵐には強くなってきた。気をつけろ、何か来るぞ。味方の航空支援かもしれない。なあ、行け。まずいて死にはしない。どこであろうとな。攻撃される前に、ここで航空支援を待つ。ネガティブ、今すぐあのタワーを奪うんだ。ヌネスを奪えば、もう俺たちだけだ。力を振り絞って進め。あれば死ぬ。それがお前の提案か。ああ、そうだ。燃料タワーの破壊、それが我々の任務です。よし、移動だ、行くぞ。イーサン、エレベーターを解除しよう。はい、軍曹。キャプテン、屋上に向かい援護を。着いたら教えてくれ。イーサン、来てくれ。イエスサー。時間がないぞ、キャプテン。地獄で会おう。任せろ。階段を上がって出口を探すぞ。キャプテン・ルイエス、お前たちにもはや勝ち目はないぞ。貴様の兄弟や息子らを見つけ葬り去ってやる。死は恥ではない。位置に着いた。味方が来るぞ。注意を払えよ、ゲイター。地獄の炎に唾するようなもんです。間に合ったな。何をボタボタしてた。通信が死んでいた。ピンチなのは知ってたかな。予定通りだ。ハードで状況を確認しろ。 C12 と攻撃車両がやられた。車両の兵器がない以上、空爆でタワーを破壊しなきゃ。よくやった、海兵隊。ここからはスカーが引き受ける。ラジャー、一緒に仕上げろ。あんたもさせてくれ。分かった、軍曹。気合を入れろ、レイエス。さっさと突き飛ばして帰るぞ。スカー2、デッキに狙われている。どこにいるんだ。ワンワン、交戦中だ。切り上げてそちらに向かう。スカー1、そちらに護衛を頼みたい。こちらはターゲットだ。敵をこちらに近づけるな。ラジャー、ビーバー。突っ込んできたぞ。
片付いたようだな。タービンは内部から開けられる。着陸しろ。露出ベータから連絡は？まだない。彼らは大丈夫だ、心配ない。そう願うよ。願うだけじゃダメだ、信頼しろ。爆破を眺めるとしよう。この配管をたどっていけば花火が見える。このろうそくに火を灯して帰ろう。無事でよかった、ゲータ。死んだと思ってた。そちらもね。
雲に紛れてオリンパスを振り切ったんです。見つかる前にここを離れよう。行けるぞレイダー、指示してくれ。ゼンスカー、打ち上げ準備が整った。了解、起動する。打ち上げシステム始動。電化クイーンよ、ノーマル。リドリビション発進だ。了解、推進シーケンスを開始する。リトリビューション1万9000フィートを通過、スロットルを上げる。ラジャー3万5000フィート通過、マッハ 1.5。 システムを誘致します。キャプテンが避難。引き起こせ。操作が効かない。クソクソ、後ろに光が。回避軌道を動け。ちょっと戻ったぞ。リトリビューションへ戻れ。ゲイター取り込め。ジャンプするぞ。プロゼクがやられた。イエスサー。失礼した。攻撃が。やってる。キャプテン、ダイスした方が。いや、戻ってみせる。さあ、衝突します。緊急ダイスロー。メグレ、メグレ、ワンワンは飛行中止。ワンワンは撤退する。コンバートメント12から21が損傷。リトリビューション、攻勢を中止しろ。撤退だ。敵へ複数接近、総攻撃をかけてくるぞ。直ちにコンバットゾーンを離れろ。ダメだ、お前を置き去りにはしない。ゲーター、離脱しろ、命令だ。戻ってくるぞレイエス。いいな、必ず探していく。こう、ワンフォア。キャプテン、スーツが。コックピットで避難した。左腕が破れてる。さあ、不安になる報告です。キャプテン、止められません。どうしましょう。身を任そう、イーサン。できません。あなたは私の指揮官です。あなたなしでは任務が。バカなことを言うな。私は機械です、消耗品なんです。いや、イーサン、お前は兄弟だ。おしゃべりロボットの兄弟ですか。そうだな。ハンサムな方が私です。確かに。どうやらここまでのようだな、相棒。私は怖いんです。俺もだ。キャプテン、しっかりしてください。さあ、キャプテン、キャプテン、キャプテン。が戻ったぞ。ほら水平、目を開けて。タイガースのキャプテンフェランだ。心拍が落ち着きました。血液ガスは正常です。チーフのブライアン・ドリング、衛星兵だ。イーサンはここにいます。ここはタイガースのシャトルだ。リトリビューションに連れて帰る。船とクルーは。リトリビューションは無事だ。起こしてやる。船はそこだ、堂々たる姿で。誰が連絡を。ソルターだ、回収を要請した。だが艦隊長は回収を危険と判断した。レインズは許可しなかったのか。戦争に友情はない。私の行動は利己的だが、一人で戦うつもりもない。パイロットとスポッターをお前たちのいた位置に向かわせた。漂流した距離の計算は。重力と我々になかったもの、運だ。イーサンはキャプテンを守ろうとしがみついていた。だから腕をこじ開けた。勇敢なんだな、イーサン。無限の恐怖を感じました。謙虚なやつだ。ドッキングまで5秒。ありがとう、命の恩人だ。私たちは兄弟だ。どちらかを失えばやっていけない。よく戻ってくれたな。期待以上の働きだな。計算されたリスクだ。
私はタイガースに戻る。仕事が待ってる。彼を頼む。自分の面倒ぐらい見れますよ。Bさん、エンジニアリングでマックに見てもらえ。キャプテンは？心配するな。心配してません。それと、お前が大丈夫か？もちろん。クルーがお前を待ってるぞ。